どうもマジうまいっす。マジうまいっす。焼きそばソース。マジうまいっす。マジうまいっす。はい。こちら、本日、焼きそばをマジうまいっすソースで、マジうまい、マジうまいっすソースで焼きそばを作ってみたいと思います。これね、この前、この前は、あれなんですよ。パスタで作ったんですよ。パスタで作ったんですけど全然うまかったですよ。パスタで水菜ちゃん入れようかな。水菜ちゃんちょっと入れちゃおうかな。水菜って炒めるとどうですかね。水菜って炒めるとどうなんだろう。とりあえずやってみましょう。あともやしもあるからね。あ、でももやしいらないかな。水菜シャキシャキ感があるから大丈夫か。はい。で、今回ですね、ちょっと こいつがだいぶちょっと火があれなんで使います。全部きのこ、きのこ全部、まあ、これこう切ると便利です。このキノコちゃん全部使います。で、あと水菜を使ってみたいと思います。水菜って炒めたらどうなんだろうな。水菜って炒めたらどうなんですかね。水菜って炒めることあります？水菜って炒めることないですよね、あんまり。水菜とキノコ、よし。じゃあちょっと移したいと思います。ててにょびろにょびろにょいぼう、にょいぼう伸びるよ。ドゥ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 、クシュッチュ、にょいぼう伸びました。では、焼きそばパンを炒めていきたいと思います。あとね、豆板醤がちょっとね、賞味期限切れてるんで、こちら使っていきたいと思います。豆板醤ちょっとパンチで、で、ごま油もなくなってきたな、ちょっと。ごま油がちょっとなくなってきましたね。で、桜島豚肉187円。はい。このね、桜島の豚肉うまいですよ。これがめちゃくちゃうまい。これはちょっとこれだけにしとこう。夜使います、もう一個。粗挽き、で、これ全部入れます。男なら全部入れろ。まあこれ多分ね、しなっちゃうんで、キノコと豚のコラボレーション、これ多分いい感じで。で、豆板醤ちょっと入れます。
ね、豆板醤をアクセントに入れます。まあこれだけでもうまいですね、多分普通に。あー、これだけでもなんかうまい匂いがしてきました。ちょっとキノコがしなったら、キノコがしなってきたらあれを入れます、焼きそばを。もうちょっとしならせましょう。こんな感じいいかな。で、焼きそば投入、焼きそば入れます。で、ここで料理酒入れます。料理酒、よし、これでほぐれました。からのソース、焼きそばソース、マジうまいっす、マジうまいっすを大量にかけてこいつを絡める。水菜ちゃんを絡めていきます。まあ、多分もう多分出来上がりですね。水菜は生で食えますからね。オッケー牧場、オッケー牧場です。どうすか、うまそうじゃないですか、これ。これ多分普通にうまいっすね。まあ普通にうまいっすね、多分 100% うまいっすよ。できました。この照り具合がいい感じじゃないですかね。はい、ではこのまま実食していきたいと思います。実食、実食、よいしょ。あ、わかめスープを飲まないと。わかめスープ、熱い。わかめスープも賞味期限切れてるんですよ。
じゃあ実食していきたいと思います。よいしょ。どっこい小一無理かな。よし。マジうまいっす。マジうまい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 。これ山田さんな、これね、山田さんから、あのお客さんからね、あのもらったんですけど、うまい。うめえ。これうまいわ。これめちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃうまいです。このソースうめえな。これ栃木県の足利で売ってるらしいんですけど、これうまいっすね。これマジうまいっすよ。これはうまい。うんうん、うまっ。このわかめスープね、賞味期限切れてるからね、飲まんと。うまいね。あとやっぱ豆板醤が合いました。豆板醤が、うん、豆板醤がすげえ合う。あとこのきのこちゃんもなかなかいい味出してますね。うんうん、うまっ。うまい。暑い。暑い。わかめチューブが暑い。うまっ。焼きそばも安いんですよね。一袋多分38円ぐらいですね。うまい。
おお。うまい。これマジうまいっすね。これうめえな。これマジでうまいっすよ。これこれね、やみつきになりますね、この味。なんなんだろう、昔ながらの焼きそば、元祖焼きそばみたいな感じですね。これうまいな。あ、なうまいな、これ。これね、バランスがね、マジでいいっすね。これバランス絶倫っすね。なんか本当に焼きそばソースって感じっすね。焼きそばソースに設計されたソースですね。明日また来るんだな、オッケー。明日ね、また来るんですよ、ここに。明日来ますね。決済まさきが。ああ。
疲れました。こう飯食うのにも疲れますね。まあ、まあ、動画撮りながら食ってるからね。終わります。とりあえずマジうまいっす。